木立博之。1年半前、世界ウェイト制重量級決勝でコストブの前に敗れた木立、ついに借りを返す時が来ました。一方コストブは鉄の拳を持つ世界チャンピオン、そのプライド、日本の侍のプライド、どちらが上回るのか。コストブ対木立、注目の空手マッチ開戦です。3分3ラウンドで行われます。ここまではこちらエミル・コストブのペース。画面右、木立博之、一昨年の世界大会で敗れたリベンジを誓ってこの一撃の舞台に上がってきました。田辺さん、はい、木立サイド、関根さんの言う通りでもう第3ラウンド、はい、お前はまた今日ここで負けるのかと、はい、一つ気合を入れて送り出しました。16歳の時、強さに対する憧れで空手を始めました木立博之。空手とは自分を掘り下げ追いかけるもの、そう話しました。コストブの重い重い突きを懸命に受けます。木立回し蹴りを見せました。この試合初めて回し蹴りを見せていきましたエミル・コストブ。この辺も試合運びに対する余裕なんでしょうか。右のゲダンダーぐるっと一回転した木立、ただその政権突きもしっかりと受けます木立。なかなか倒れません木立。直進魂、おっと右のゲダンダーいった。しかしここは技ありではありません。第3ラウンド1分経過、左の下段だ、空を切った、決して下がらない木立。そして一歩も引くことなく前へ前へと出ていきます世界チャンピオンのエミリ・コストブ。磯部さん、はい、極真では今年世界大会がありますが、その前哨戦としても非常に注目されますからね。注目されますよね。ここまではやはりコストブのペース、まあ、いいコストブですね。ちょっとパワーで押されてますね。伊勢部さん、そのパワーを凌駕するには木立どうすればいいでしょうか。まあ、あとはもう手数ですよね、接近して相手にもう叩かせない、一歩叩く前に2発3発返すというね、はい、とにかく手数でコストボを上回っておきたい木立です。ただやはり手数ではコストボの方が上回っています。姿勢に回っている木立博之、さあ政権突き見せていくコストブ。さあ大きな声が出た、残りは1分だ。左に入ったコストブ、下段が入った。コストブが最後のスタートに出てきた。政権突き、政権突き、左右の膝が入った。そして上段回し蹴り、木立もかわして受けてさばいています。膝が入った、下がらない、下がらないで受ける木立。残り1分を切った。極真魂とは自分も知り自分に負けない魂だ、そう話しました木立博之。決して下がりません。世界チャンピオンも相手にリベンジを期したこの木立ですが、ここまではコストブペース。しかしコストブの重い蹴り、そして重い鉄の拳、政権突きに対しても1本も引くことはありません木立。残り30秒を切りました。それにしてもコストブは積極果敢に第1ラウンドから攻め、その手数を出し続けています。上段蹴り、一心不乱に突き、そして上段蹴り、下段蹴りを出していきますコストブ。残り10秒を切りました。両者一歩目引かない、極真魂の見せ合い、第3ラウンド終了です。試合の行方は判定に持ち越されます。これより判定になります。3対0をコストブ対木立博之、3対0でコストブが判定勝ち。木立の挑戦をあっさり退け貫禄の勝利、世界チャンピオンコストブ。